どうも佐々木です。今日はちょっとあいにくの天気なんですけど、菜の花を見に行きたいと思います。じゃあ行ってみましょうかね。レッツゴー。あ、こっち海だ。一押し青森うまいものプラス、横浜町にやってきた佐々木さん。どこに菜の花畑あるかここに聞いてみますね。あら、菜の花かりんとっていうのもありますよ。あ、当店2番人気菜の花パイっていうのもある。うわ、菜の花せんべい。あら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 、当店1番人気。あれ、何これ、恋マヨって、恋マヨってこれ。いらっしゃいませ。あ、どうも。あ、この恋マヨって何なんですか？はい、横浜町の菜種油と下北の地卵を使ったマヨネーズなんです。4月から発売しているんです。私たちは19年前に菜の花を練り込んだラーメンを開発してから、アイスクリームやシュークリームなど年に 1,2 商品ぐらいずつ菜の花の商品を開発しているんです。あ、そうなんですか。菜の花を通してこの町や下北全体が盛り上がってくれればいいなと思っています。わ、素晴らしいですね。お、若いのに頑張ってください。ところで佐々木さん、こちらの恋マヨをぜひ試食してみませんか？あ、いいんですか？はい、どうぞ。あ、どうも。と思って、これマヨネーズだけで食べるんですか？こんなところになんと菜の花があったので、どうぞ。もう私の目の前にあったんだ。全然気づかなかった。いや、美味しそうだ。あ、すみません、ちょっと手で、ちょっと失礼します。菜の花いただきます。マヨネーズ漬けでいただきます。ああ、まろやかですね。うん、でこれちょっと味が濃いですね。あ、だから濃いマヨって言うんですか？そういうことです。ああ、なるほど。ああ、ところで菜の花畑ってどこに行けばいいんですか？お店を出て右手の方にありますよ。ああ、そうですか。あ、ありがとうございます。あ、濃いマヨを買っていきますから、2つ。ありがとうございます。菜の花畑へとやってきた佐々木さんが見たものは、いやー、綺麗だな。うん、まさに黄色い絨毯ですね。うん、全国有数の作付け面積を誇る横浜町の菜の花、その広さはおよそ100ヘクタール。続いて立ち寄ったのは道の駅横浜菜の花プラザ。お、菜の花ドーナツ。あ、メカ、いらっしゃいませ。あ、どうこんにちは。あ、綺麗な人だ。 ありがとうございます。菜の花ドーナツって、これ菜の花入ってるんですか？はい、ペースト状にした菜の花を混ぜて地元の菜種油で揚げてるんですよ。こちら割ってみると、中が若草色になってるんです。なんで若草色なんですか？こちら菜の花が、の茎が緑色で、それをミキサーで細かくして混ぜているので緑色になっております。あ、そうなんですか。はい、こちら人気商品で1日4000個出ることもあるんですよ。4000個。はい、うわー、すごいですね。はい、 お姉さんも人気あるでしょう。ちょっとだけ。はい、この他にですね、人気商品の菜花ソフトがございますので、食べてみませんか？あ、行きます行きます。はい、こちら置いてからお願いします。すみません。はい、こちらが菜花ソフトになります。どうぞ。うわ、いや、ものすごい、これも緑色ですね。はい、いただきます。甘くて美味しい。こちら地元横浜町産の菜の花の蜂蜜が入ってるんですよ。ああ、蜂蜜。はい、ハニーね。はい、ハニーです。あ、森川さん。はい、もしよかったら私のハニーになってもらえませんか？ごめんなさい。幸せの黄色い絨毯が広がる横浜町の菜の花、おいしいお土産もいっぱいあって、これだったら県外の人も満足できますよね。来週もお楽しみに。